こんにちは、吉谷さん。まあ、いろんな投資なり貯金なりって概念がありますよね。まあ、赤字貯金っていうのも言えば言えるのかなと思います。私、法人設立して7年ぐらいずっと赤字だったんですよね。それはそうですよね。麻雀店の固定費と人件費ありますから。で、税理士さんにはもうね、めちゃくちゃだと。この会社はなんで潰れてないんだっていうふうに、ね、評価を受けてたんですよ。で、毎月毎月、それこそ毎年毎年赤字で、それこそね、税理士さんの顧問料が払えなくって2年とか滞納してたんですよね。でそれも税理士さん待っててくれたのがすごいんですけども、で2年滞納してて、まあ40歳になってネットビジネスドーンとスタートするじゃないですか。で、もうねすぐにドーンと、最初の年はね、いろいろとこう個人と法人との境目があったんで、いきなり法人の実績ドーンと出たわけじゃないんですけども、完全法人売上にした時、法人経費にした時に1年で過去7年のね、この赤字が全部補填できたんですよ。税理士さんもびっくりして、これ何をやったんですかって、すぐに呼び出しっていうかね、呼び出してたらなんか怒られたみたいですけども、ぜひね、話が聞きたいと。ずっと麻雀店をやってて、麻雀店が倒産した直後に、なんだこれはっていうことなんで、びっくりされてですね、私はすぐ税理士さんのところに行って、まあ今その瞬間にされてる、やっているビジネスのことを話して、 YouTube のチャンネルはこれですよとか、でネットワークビジネスはこれですよと、で、コンテンツ販売はこれですよと、で経費はこれなんですって話したんですよ。いやこれはね、私の顧問先でもこんなの見たことない。でそこで引き合いに出したのが与沢翼さんのことだったんですよね。うちの息子もね、その税理士さんの息子さんっていうのは私と同じぐらいの年代で、ね、いわゆるねネットビジネスとかにすごく興味があって、与沢翼の動画をよく見てるらしいんですよ。でその流れでちょっと耳に入ることがあって、与沢翼さんみたいなことしてんのって聞かれたんで、あ、まさにね、あんな感じです、影響かなり受けましたよって形で、私はその時ね2時間ほどお話したんですよ。そしたらもうね、もう今日は目から鱗ですごく面白かったと。で次からこういう機会を設けたいんで、たまに来てくださいよみたいな感じで駐車券を何枚かもらったんですよね。そういう経緯があって、税理士さんにも私のやってるビジネスのことをこと細かくお伝えして、そしたら税理とか経理上もすごくスムーズなんですよね。YouTube をやっているからこうだとか、何々をやってるからこうだみたいなね。でその中で私47都道府県の出張、要するに視聴者さんに会いに行くって企画をしたんですけども、ものすごい経費ですよ。そうなったらものすごい経費なんですけども、行けば行こうと売り上げも上がるんですよね。まあですんで、こうなんですかね、実績が急増してるのを税理士さんはね目を見張っていて、すごいなと、うちにもなんかできんかなっていう時に、いや税理士さんも税理士さん YouTuber とかやったらいいですよみたいな感じでお話したりね、いやなかなか喋りがねいけないんですよ、喋りが苦手だから事務作業やるんで税理士になったんだからみたいなね、あ、もっともだなということですね。私はどっちかというとデスクワークが苦手なんで、タレントっていうかね、パフォーマンスをする方に行ったみたいなことがありますし、まあ本当に一長一短かなというところですね。面白いですね、こう考えてみると。でね、今回はどんな話をするかというと、投資ですよね。一郎さんも言ってましたけど、投資の話しましょうか。投資ってのにもいろいろあるんですけど、私はね大きく3つに分かれてると思うんですよ。まずは体力の投資ですよね。体を鍛えれる時期に鍛えておく。でいろんなね運動しておいて、多少の怪我もしておく。骨折とかね、擦り傷とか、そういったものも怪我のうちに入ると思いますけども、まあ入院ってのもね、もしかしたらあるのかもしれないですね。軽い入院とかした方がなんかもしかしたらいいのかもしれないです。そうすると10代の頃にいろんな怪我をしたことって、そして体を鍛えておくこととか、体に対してねものすごくトレーニングしたことって、多分ねものすごい投資効率が上がっていって、40代でも疲れない体とかできると思うんですよ。私40代で疲れを感じたことないんですよね。もうすぐ40代終わるんですけども、なんかすげえなと、この体力のまま記録のまま50歳突入するのかなみたいな感じなんですよ。で40ね半ばを過ぎてからトレーニング始めたり、筋トレルーム作ったりとかね、カンフーを始めたりとかして、なんか全然調子が悪くならないんですよね。で、体も全然痛まないし、で昨年ですか、脱臼ゴーンとこっちかしたけど、手術もなしに根性でそのまま放置で治すみたいなこともあったりとかね、いやなかなかの強者だなと思いますよね。ということなんで、体力っていうものの投資っていうのはね、なかなか使えるんじゃないかなと思います。ただ体を鍛えまくったからといって、体を使って世界の飛躍舞台に立てるようになるかどうか、それが収入になるかどうかは別なんですよ。多分そこまでの投資効率は私はなかったんですよ。ただね、なんか他のことをやるときに体力って絶対に気力を支えてくれるという部分もあると思うんですけども、私の場合は体力がないから気力がないだってことは今のところ一回もないんですよね。そういう意味で言うと、
10代の頃このでかい体を生かしてね鍛えまくっといてよかったかなと思いますし、ある程度ね血を流したりとか怪我をしたりとかね病院送りになったりとかしてまあよかったかなと今思えば、はい、あの上手な怪我の仕方と上手な怪我の治し方で体の作り方とか鍛え方とか無理のできないポイントとかっていうのをまあ知ることができたかなと思います。これは後々お金の使い方にも応用できたんじゃないかなと思うんですよ。ということで2つ目の投資なんですけども、お金の使い方と増やし方ですよね。これも表裏一体でお金をしっかり使っていかないと何に使ったら危険なのか何に使ったらどうなるのかっていうふうなね怪我の仕方を覚えられないんですよ。まあ、お金を使ってあ、しまった、失敗した、詐欺られた、持っていかれた、裏切られた、こういうのも当然必要不可欠だと私は思うんですよ。もちろん最初から天才だったら一回の失敗もせずにずっとね成功ばっかりもありえますけども、私の場合は失敗を糧に学んでいって次は失敗の可能性を減らそうかなっていうのをずっと積み重ねていって、お金を使って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 使う経験値から稼ぐ経験値に転化した部分もあると思うんですよ。まあ、ですんでね、お金を使うあのボリュームが少ないと稼ぐボリュームもちょっと弱いのかなって気はするんですよね。これはだから体力と怪我のトレーニングと怪我の理論とまあ似たような感じで私は思ってるんですけどね。まあ、ですんで多分私はね結構誰よりもお金使ってきたと思うんですよ。でおかげで稼ぎの方が追いつかなくて借金の方が積み重なっていっちゃったわけですから、でその借金が例えば3000万超えたっていうのも3000万以上稼げるからその3000万以上の借金が私のところに来たのかなと思うと逆転もするんですよね。で逆転したわけですよ、まんまと。でバスッと返した後にあとはあの稼ぐだけが残ったみたいなね。でこっちで稼いで、で資産がこっち増えて途中から稼ぐっていう行動よりも増えるっていう投資の方に徐々に移り変わってきたんで、自分の体力や知力も使わずにお金は増えるような感じに最近なってきたかなと。これがここ8年で起きたことなんですよね。まあ、ですので今ね40代の方とか50代の方でもあの8年なり10年なりをかけるつもりでお金に向き合ったら多分ね3年4年でもうね見えてくると思うんですよ。どういうふうに自分の出費が抑えられてお金が増えるペースが増えていくかっていうかね、そこに金利っていうレバレッジもかかってきたりとかしますんで、なかなか見通しが立つかなということですね。ですから2つ目の投資はお金の使い方によるお金の増やし方が投資効率として取り出せるのかなと思ってます。3つ目は頭を鍛えることですよね。これ私はね10代の頃はしなかったんですよ。なんか頭を勉強するのがかっこ悪いみたいなバカな価値観があったんで、要するに真面目に勉強すると周りの人、要するにその時付き合ってた人に箔がつかないなっていうね愚かな価値観の共有が私のね学校生活におけるものすごいダメージだったですよね。だから賢い集団に入って勉強すればするほどかっこいいみたいな仲間作りをしとけばまた別だったと思いますけども、私の場合はあれやっぱり二十歳過ぎてねあらゆる勉強に気がついたというか、特にあの30代は特にしなかったんですけども、40代を過ぎてお金の勉強にねものすごく特化したのは良かったかなと思います。それ以来お金のことを考えない瞬間はないですよね。どうやったらこのお金の問題を解決できるだろうかとか、誰がお金について困ってるだろうか、なんで困ってるだろうか、そしてどのようにやって解決した人がいるだろうか、それは今早い方法だろうか、昔からの伝統的な方法だろうかということをね考えたりしてるんですよ。常にですね、何かね道端に落ちてるものを見たら金に変えられないかなっていう根性は私20代の頃から芽生えたところがあって、だから旅行中のハワイでね落ちてる石を売ってそれであの時給1万とか2万とか稼いだみたいな実績、そういう思い出ができたんですよね。実績ってはかっこよすぎますけど、あとはね田舎道に行っていきなり思いついたように網戸を売るみたいなね、ノウハウも経験も何もないのにただ人の良さと熱心さで営業を取ってきて、取った後でどうするかを考えるというね、その網戸の張り替えなんてやったことがなかったんですけども、オーダーをいただいた後でホームセンターに行って網戸の張り替え方をか聞いてですね、で練習もなしにいきなりやってみたいなことをやりましたけどね、まあそれでもなんとかうまくいくんだなと思います。さあそれでね今回の動画のまとめに入りますけども、あのあれこれやる前にあれをやったらどう思います、これをやったらどう思いますって質問、吉田さんも山ほど来ると思うんですけども、違うと、質問の仕方がまずやってみてその、過程と結果とそれを持ってきてねどうだったでしょうかっていうものだとアドバイスがそこから始まるんで、いわゆるコンサルになるんですけども、やってないうちからねなんか結果を求められたりとか見通しを求められるほどワンテンポツーテンポ遅れることはないかなと思います。で、結局、ね、アドバイスしてもやらないんですよそういう人。だからね本当に大きく分かれます、あの質問の種類っていうのが。だから何でもかんでもね
こうやったらどうだろうと思ったら、それをまずやってみると。やってみて、小さな小傷だろうが小さな成功だろうが何か結果出るわけですよ。その結果をもって、こんなことを考えてこれをやってみたんですけども、こんな結果が出ましたの3点セットを持って来ていただけると、どこでどういう問題が起きて、そしてどうするべきなのかってことが分かりやすく丁寧に説明できるんですよね。これ吉田さんも感じると思いますけども、アイデアを持ってきてどう思いますっていうのと、アイデアを実行してきてどう思いますっていうのと、全然質問その角度が変わってきますよね。だからそういうこともありますんで、考えるってね、頭を使うっていう投資っていうのは、まあ最大のものじゃないかなと思うんですよね。結局賢くないと、どうして体を鍛えるべきなのか、どこまで鍛えたらやりすぎになるのかってことも分かりませんし、頭を鍛えておかないと、お金をどこに置いとけばどういうふうになるのかっていうシミュレーションも効かないんですよね。でまさに最大のものっていうのは、やってみてからその結果と過程を持って次のアクションに講ずるというね、プランドゥシーチェックの流れっていうのが全然身につかないんですよね。だからプランドゥシーチェックっていうものが理解できれば、人に相談するにも前に、やってみて、やった後の結果と過程を持って、で自分の見解も添えてアドバイスを求めるっていうふうなね、とってもそのローテーションが早くなるような提案の仕方、質問の仕方ができるんじゃないかなと思いますんですけども、いかがでしょうかね。だからね、私のありがたい質問っていうのは、やってみたんだけどこうなりましたみたいなやつですね。でやってないうちにあれこれとアイデアを出してきて、あれどう思いますこれどう思いますっていうのは、気持ちはわかるんですよ。気持ちはわかるんで、それをねバカにするつもりは全くないんですけども、あ、まずやってみた方がいいですよっていう風な返しになっちゃうんですよね。でやってないうちに、例えば私のやってないことまで相談に来るわけです。そうするとお互いわかんないよねになっちゃうんじゃなくて、まずやってみましょうよって話なんですよね。でやってみるときにいきなり全ベットするんではなくて、まずね小傷で済むような小さなリターンと小さなリスクをセットでチャレンジするってことじゃないかなと思うんですよ。そうなると小さくシミュレーションできますんで、大きくやった時にどうなるのかってことがアドバイスもしやすいですし、想像もしやすいですよね、お互いにね。まあ、そういうふうに思っております。いやーでもね、本当に税金のことですよね。全く違いますね、うん、吉田さん、そういえば車って会社のものですかね。私はベルファイアは社用車として買いましたので、全て利益から相殺できてるんで、まあ、実質払いが最小額になってたんですよ。個人的な支払い負担っていうのは全然感じてないですね。で会社の売上の中から経費が引かれて、残った分の中から私の給料払われてますので、ずっと自分の会社から払われる給料ってのは変わってないんですよ。でも車は会社の車として、代表取締役はいつでも使えるし、ガソリンも会社が払ってくれるんで、もう楽ちん楽ちんみたいな感じですよね。だから一人会社ってものすごくいいなと思います。これに多分ね、社員使ってたら社員はパフォーマンス考えずに使いまくっちゃうんで、マイナスになる確率が低いんで、高いんですよ。だから社員に搾取されちゃいますよね、これはね。だから今からの時代、私もそうですし、多くの経営者が考えてます。もう大量生産大量消費の時代ではないんで、人はなるべく雇わないでいこうと。できれば一人たりとも雇わずに、コンピューター上の仕組みを使っていこうとかね、ブロックチェーンを使っていこうっていうふうになるんですよ。これは確実になるんですよ。人を使うとしたら外注で他の会社に依頼する、それこそ派遣会社に頼むみたいなことになるわけですよ。もう懲りたじゃないですか。派遣会社で働くってことがどれだけね報われないのかってこと。だからそこに飛び込んでしまって、で今もう結果が出てるんですよ。ロスジェネ世代っていうのは20代で派遣会社行ってしまいました。20年経って40の半ばとか50代前にしてね、派遣会社に勤めた経験っていうのが全く活かせない、なんだこれはっていうふうに分かったわけじゃないですか。ということは、派遣会社を経営するならいいんですよ。派遣会社に入社するとまずいんですよ。派遣会社に雇われて入っちゃうとまずいなということなんですよね。まあ、これが派遣会社ができた時に想像できるかどうかっていうのが、それまで頭を鍛えてたかどうかのことにもなりますし、言ってみれば派遣会社を流行らした人っていうのがね、竹中平蔵さんか分かんないですけども、この派遣会社を流行らした人ってものすごいアイデアだなと思いますし、それを活用して派遣会社を元に、景気の調整弁、雇用の調整弁として使おうとした人はさらにね一枚上手だなと思いますし、私も30代の頃派遣会社何社も応募したんですけど、一社も通らなかったんですよ。でその時は派遣会社に入ると羨ましいなと思いました。私は入れなかったんで、一社も通らなかったんですよ。でなおかつ20代の頃に上場企業、洋服の青山とかね、春山とかね、上場企業、ね、目指してアパレルに憧れていたんですけども、あの時は羨ましいなと思いました。合格したやつ、私以外みんな通ったみたいな感じですからね、同期でも。
でも今逆で時代が流れてみると、あの時落ちててよかったみたいなね、思いますね。不思議なもんですね。で30代ではあの時派遣会社採用されてなくてよかったと今思うんですよ。不思議なもんですね。ずっと赤字で自分の会社を仕方なく作って経営してました。経営とは言いませんね、赤字なんだから。40歳まで一回も黒字になったことがなかった私が、40歳からこういう風なね、時代に乗れたっていうんですかね、助かったなと思います。別に私賢かったわけじゃないです。ただただ瞬間瞬間金のことばっかり考えていた金の亡者になったような感じですけどね。でもお金の問題に困ってるのにお金のこと考えなくてどうするんだって思いはやっぱ常にありましたね。で解決した今、お金のことをそんなに考えなくても私の行動や考え方っていうのは全てね、どうやって損がなく、そして人から搾取せずに利益を応分に分担できる、要するにみんなでうまく回していけるようになるかってことを考えるようになりましたね。でもこの辺はまだみんなを稼がしてあげれてないんで、まだまだ挑戦は続きます。だからできてない以上、私は四六時中お金のことを考えますけども、それはお金の問題解決を私のところにね、アドバイスに来てくださったり即可塾に入ってるのにまだ解決できてない人がいる以上は、私は常にお金のことを考えますね。おかしくないでしょ。これは私がお金のことを考えなくなったら塾生に対して不義理なんですよ。だから私は誰よりも金のことを考えて金の亡者になりきらないと、魂を売り渡さないと、私のところに来てくれた塾生さんや塾には入ってないけど私の動画を期待して見てくださってる、まさにあなたに対して不誠実だと思いますんで、私は誰よりも金のことを考えますからね。そして誰よりも金を稼ぐことが上手にならないといけない。そして金を稼いだのと同時にお金を払ってくれた人に応分のサービス、それ以上の価値提供ができるようにプロフェッショナルになろうかなと、まさに金融アスリートになることをこれから目指していきます。よろしくお願いします。